FK マケドニアジョルチェペトロフ通称マケドニア P は、マケドニア共和国スコピエのジョルチェペトロフにホームを置く、サッカークラブである。1932年、ハスクの名で発足した。クラブはその歴史の中で、ロコモティバ、ルダール、インドストリアリズ、遊語国タと名前を変えた。現在のクラブ名になったのは1989から90シーズンのことである。 1992年にマケドニアで国内リーグが発足するとマケドニアは1部リーグに参加した。1993から94シーズンに降格するが2部リーグで1シーズンを過ごした後にトップディビジョンへ復帰した。1997から98シーズンには3位となりインタートトカップへ出場した。ここでは一回戦をスロベニアの NK オリンピア・リブラナと 二回戦をフランスの SC バスティアと戦った。2000から01シーズンに再び降格し、以後3シーズンをセカンドリビジョンで戦った。マケドニアが一部リーグに復帰したのは2005から06シーズンのことだった。彼らはこのシーズンに過去最高となる2位の成績を残し、2006から07シーズンの UEFA カップに出場した。ここでは、 ブルガリアのロコモティフソフィアに2000合計3対1で敗れた。2009から10シーズン以降、クラブはシニアレベルでの活動ができなかった。しかしその後、近隣の村シセボの FK トレスカがマケドニアのスタジアムへ移転してきた。サンブリーグに所属していたこのクラブをマケドニアのファンたちはサポートした。FK トレスカは2010から11シーズンのマケドニアサンブリーグ北地区。 昇格プレイオフを勝ち抜き、2部リーグへ昇格した。トップリーグへの昇格が見えてくると、クラブ名変更の期待が高まり、2012年1月10日に、FK トレスカから FK マケドニアジョルジェペトロフへの改名が、マケドニアサッカー協会から認められた。ありがとうございます。